さん大切なお知らせですねこれはね、はじめ社長が3年前ぐらいにお正月の一発目かな、なんか撮ってたんですよ。で、それ真似てやってみたら、まあまあリーチが行って、おぉ、いいなって、そこから使いまくってるんですけど、まあまあリーチ行きますね。ただ、このリーチ行くに関しても、僕はチャンネル登録一応4000人あるっていう、このチャンネルの信用、まあ1000人が今、基準だと思いますけども、じゃあ今ね、今日、 YouTube の、えー、アカウントを登録して全く信用がない状態で大切なお知らせをやってこれがリーチ行くのかどうかはやってみないとわかんないですただ僕はうまくいったものを試してみるうまくいってるものを試してみるうまくいったものを試してみるもうひたすらそれをやってますで YouTube はカンニングペーパーまあ久保さんも言ってましたけども まあもう出てるので、うまくいってる人の事例が。で、それを取り入れて真似してみて、あ、自分はまだこれダメだなとか、ここはダメだったのかなとか、なんかそこでいろいろ研究すればいいんじゃないですか。まあ、とりあえずうまくいってることを5万とね、めちゃくちゃもう探せば無限像にあるんで、YouTube で再生数。例えば、100以上再生数回してる。無限にありますよね。でも自分は100いってない。じゃあ100再生以上回してる動画ってどんな動画なんだろう。1万、10万、100万回してる動画ってどんなタイトルかすむサムネなの。 この学び放題なんで、まあ学べばいいんじゃないですかね。いってらっしゃい。